ちょっとこう、最近の悩みなんですけれども、お忙しいじゃないですか。その体調管理とかってどうされてるのかなって思ってます、ね。わあ、すごい真面目な質問だね。いや、僕そのこの前テレビで歌う前に熱が出ちゃったんですよ。なんかそういう時とかってもう本当に自分が不甲斐ないなと思って、結構自分の中で体調管理とか、あとジムとかにも行ったりとかしてるんですけれども、なんかこう体調管理法みたいなとかってなんかやったりし。してますか。深酒コンビが体調管理について深酒するからゆえに気にしていく、まあね、酒をやめたくないわけだよ、やめられないやめられないですね。いや、僕もそのちょっと前もなんか風邪気味になっちゃったりとかはしたんですけども、体調管理で気をつけてること、いや僕本当はそんななくて。あ、ないんですか。温かいものを飲むぐらいしかないんですよ。ざっくりしてますね。温かいものの、ランニングとかそのトレーニングとかっていう、あんま体を動かしたりっていうのもしないですか。僕極力横になろうとかしちゃうんですよ。休むことですね。でもやっぱあの温かくすることって結構いいらしいんですよ。ああ、まあそうですよね。だからあの腹巻きとかも、はい、腹巻き、はい、そうですね、いいらしいですし、あ、でもなんかゆずの北川さんも靴下、くるぶしソックス履かないんだってあんまり。ああ、っていうの見たことある。うん、長い靴下。冷えがかなりいけないと教わりまして。ああ、はい、僕そうですよ。冷えに相当あれでした。無頓着でした。だからちょっと暖かくしていこうか。暑がりだもんね。そうなんです。暑がりなんですよ。めちゃくちゃ。それ意外とあんのかもね。真冬でも窓開けっぱなしなんでずっと。ああ、まずいっすね。まずいですよね。それはちょっとあのゴールデンボンバーと世界の終わりのボーカルが冷えについて無時代に喋るっていう。なんだこれ。シュールだよ、だいぶ。でも暖かくなるあの生姜紅茶とかいいですよ。あ、僕もそれは飲んでます。はい。生姜紅茶はもう本番前に必ず飲んでます。チューブのやつをコンビニで買ってきて5センチぐらい入れてるですね。やっぱいいんですね、あれ。あれ一番いいと思います。もう風邪ひいた時は風邪薬飲まないで、あれで、あれで直してます。人生に生姜紅茶の話してるよ。